あ、皆の者こんにちは。じゃ、越後城へ上杉おもてなし武将隊上杉謙信でござる。さあ、こたび越後城へ上来てくんないや。なあ、大島区編ということでござる。なあ、いよいよの田植えをもう終わって夏本番という時期が迫っておる。さあ、これからわしと共に上越の魅力を楽しんでまいろう。では行くぞよ。さて、まあ、この暑いな季節、我らの国上越で涼を求めようと思ったならば、やはりこれがおすすめじゃのう。こちらでござりますぞ。日本一うまいところてんでござる。ああ、今日はここでうまいところてんを食べてまいろうかのう。行くぞ。道間違い。道間違い。こっちじゃん。こちらのところてんの食べ方はなかなか変わっておりましてな。一本橋で食べる。なんか由来があるんだと。はい、弘法大社に縁があるんだな。うまく食べれるかの。こりゃ3種類は醤油、酢、青じそ。青じそっていうのがね、これはまあ楽しみじゃ。楽しみですね。楽しみ。あ、お待たせしました。あ、店主、はい、ありがとうございます。こちらの店でございます。いや、美味しそうじゃね。あ、私の分もありがとうございます。ありがとうございます。まあ、誠に美しい。うん、つやつやしております。はい、言葉かぶっちゃいました。本当に二人が同時に思うくらいつやつやしてる。つやつやしてるね。え、これが噂の一本橋なんだね。はい、うん、松江はちなみにこのところてんは事前にもうすでに食しておるという話やが、はい、これはコツはあるのか。こんな感じコツの説明になっとこの輪っかになっちょるところをこう引っ掛けて作って取るわけですね。そうですね、はい、見てください、この透明感。うん、はい、じゃあいただきます。はい、うん、あ、喉越しも良いし癖があまりないね。うん、香りがとても良い。いいんですよ、本当に。うん、ほのかになんか磯の香りがせんか。うん、うんうん、いや、これはうまい。ちなみにこれにまた先ほど言った、そうですね、お酢であったり青じそであったりお醤油足してもよろしいですし、うん、うん、食べ方はお好みで召し上がっていただけるかと、はい、思いますね。はい、これからね、どんどん暑くなってきますから、こういったところで、まあ、特に水がな、うん、まあ、豊富であって、まあ、それだけ、きれいな水であるからこそ、こういう美味しいところでもできるんだな。うん、あ、やっぱり上越の名物として日本一と名高いだけあるわ。あ、素晴らしい。はい、美味しいよ。私は食べる。食べます。うん、ところてんだけじゃなく、はい、おにぎりまで食べれる。はい、いただきましょう。握り飯、まあ、いただきます。あ、塩も効いとってうまい。いい塩梅でございますか。まさしく。あ、私も一個いただいていいですか。食べ食べ。割りはやりました。いただきます。待って、食べます。おーい、うん、これ、うん、カリフラワーじゃん。カリフラワーって何でしたっけ。松ぼっくりでしたっけ。何言ってんじゃん。カリフラワーはカリフラワーですよ。
松ぼっくりって何でしたっけ。松の、あ、違う、ブロッコリーだ。松ぼっくり、松ぼっくり、よく分かんないね。ブロッコリーは緑色のな、うん、あのカリフラワーの仲間ですよね。カリフラワーは白くて柔らかい、うん、あ、もう すごい美味しい。おにぎり味噌漬けだ。すごい美味しい。あら、この味新しい。うまい。うん、塩結びに合いますか。こっちもしっかり塩気がついて、味噌の味、カリフラワーの味噌、うん、これうまいわ。これご飯進むやつじゃん。酒のあてにも合うかもしれない。お、なるほど、これはうまい。お土産もございますよ。お土産、このような器に入って、このようなからしと青じそドレッシング。お持ち帰りだと青じそ出すって青じそドレッシングがついてます、うん、そうですね。お醤油でもちろん食べても良いですからね、うん、黒蜜でも良いです。あ、まあ屋敷に持って帰って好きな味で食べればいいわけですから。そういうことでございます。いや、楽しみ楽しみ。はい、ありがとうございます。